PCC カー PCC カーこの項目ではアメリカ合衆国、カナダ各都市に導入された路面電車車両である PCC カーのうちかつてニューヨークのブルックリンクやクイーンズ区に路線網を有していたブルックリンクイーンズ交通に導入された車両について解説する。同鉄道は PCC カーの開発において実験用車両の提供、試作車の導入を はじめた大な貢献を行い、最初の量産型 PCC カーが導入されたのも、ブルックリンクイーンズ交通であった。モータリーゼーションによる自動車の普及や世界恐慌を、はじめとする不況の中で、1920年代のアメリカ各地の路面電車では、乗客減少や運用コストの高騰が大きな課題となっていた。それを打破するため、1929年に、 アメリカの路面電車運営企業体や多数の鉄道車両メーカー、機器メーカーが参加し、高性能の路面電車を開発するための電気、鉄道経営者協議委員会が設立された。その際、アメリカで普及していた標準機の路線であったことや車庫に比較的長距離の試験線を有していたことから、開発の拠点がブルックリンクイーンズ交通に置かれた。そして、 同年以降製造、改造された4両の試作車のうち以下の2両がブルックリンクイーンズ交通を拠点に試験運転を実施することとなった。これらの試作車はブルックリンクイーンズ交通以外にもクリーブランド、シカゴなどアメリカ各地の路面電車路線で試運転を行い、特にクリーブランドでは1934年9月24日には残りの2両を含む全試作車が 一堂に会する展示会が実施された。終了後に5300はトラックが絡む事故に巻き込まれたが後に復旧し、その際に河川からポールが外れた結果渦電流式、ディスクブレーキが作動しなかったことは、さらなる研究につながった。量産車の導入後、5200は1939年、5300は1940年に廃車された。 その後は両者とも解体されたため現存しない。試作者による長期試験の後、1936年から PCC カーの量産が始まった。そのうちブルックリンクイーンズ交通は最初の商用車両となったセニーチを含む99両を購入した。製造はセントルイスカーカンパニーが実施し、交渉の結果当初の定時価格よりも安価での購入が実現した。 導入後は、その斬新なデザインや高い性能が高い評価を集め、最初の導入先として33両が、営業運転についたスミスコニーアイランド系統では1936年10月の1937年9月までの収入が前年度から33%増加した。一方、高速運転により必要な車両数が2両減少し、経費削減にもつながった。 導入当初は全省等の上に満員超過を示す表示灯が存在したが後に撤去された。1940年にブルックリンクイーンズ交通は親会社のブルックリンマンハッタントランジットが所有する路線と共にインディペンデントサブウェイシステムへと公営化されその後ニューヨーク市交通局へと移管したが PCC カーは 路面電車路線が全廃される1956年まで使用された。2019年現在、トップナンバーの背に位1が胴体保存されている。量産車が導入された同年、PCC カー向けの台車を製造していたクラークによってアルミニウム製の車体を有する試作車が作られた。この車体は他社に波及せず唯一のアルミニウム製 PCC カーとなった一方、 立石客向けに追加した側面窓の上の立石窓は以降の PCC カーにも導入されるようになり第二次世界大戦後に製造された車両では標準仕様となった導入後は量産車と共通運用され1940年代に起きた事故からの復旧時に全面が量産車と同型に改造された1956年の廃車後もニューヨーク 路面電車博物館に保存され、2013年にはその歴史的価値からニューヨーク州歴史登録財に認定されている。ありがとうございます。